共に旅をしてきたこいつが世界とのつながりを証明してくれる。行こう。預かっていた日時計をお返しします。モルトフィーさん、測定の結果はどうでしたか？結論から話します。この中は空洞です。ほら、軽く叩くとそれっぽい音がするでしょう。またこれは精巧に作られた春望という補助継ぎの機構であるということも分かりました。他に機器の測定結果から判明したのは、空洞の中に小さな巻物のようなものが入っているということです。ただし今はあるパーツが欠けています。適合するパーツがあれば表にある2つの回転盤らしき構造を動かすことができるでしょう。これはただの入門編ですよ。院には本当の機構術の専門家もいます。これが黒石武器であれば測定に20分も要しませんよ。とにかくパーツを取り付けて正確な位置まで回せば
からくりが解除されて中にあるものを入手できるはずです。ですがパーツがどのような構造をしているかまでは解明できませんでした。あの人に聞くまでもありません。私に任せてください。時間さえあれば何とかしてみせます。着信が入ったので少々お待ちを。どうされましたか？耳が早いですね。ええ、確かに美しいデータですね。いいセンスです。そこまで言うのであれば、漂白者さん、なんだかモルトフィーさん顔つきが柔らかくなってませんか？やっぱり情に熱い方なのですね。まだ組み立てのお願いはしてないのに。完成までもうしばらくかかるみたいですね。漂白者さん、少し時間を空けてまた来ましょうか。これも音の力だ。キャッ！行こう。漂白者さん、危険な行動は控えてください。
脅迫者さん、そこにパーツの箱はないですよ。行こう。君の言う通りですが、とっくに知れたことです。うん、それは考えていなかったですね。君のアトリエ？あの足のやり場もない場所ですか？そこまで言う必要があります？まあいいでしょう。お待たせしました。日時計の話に戻りましょう。この日時計の内部には二重の入れ子構造が仕込まれています。つまり欠けたパーツを同時に二つの層にはめる必要があるということです。また全体の状況も考慮に入れると、入れ子の溝を埋める指針に下向きのオートロックを追加する必要があります。設計図は私が作成します。組み立て用のパーツは総理のアトリエにあります。すでにそちらへは連絡してあるので、取ってきてくれますか？さっきお話しされていた方ですか？もしかして総理さん？ええ、私一人でも解決できるのですが、彼の助力のおかげで時間を短縮できたという事実は否定できません。彼が九段の気功術研究の筆頭であり、首席研究員まで上り詰めた男です。群がる雑物の魔境、万物をも飲み込む研究員の沼です。その危険性は悲鳴前の前人未到の原生林にも及び、理性ある文明人に見境なく殺意を放ちます。では漂白者さん、行きましょうか。あれだけ言われたので、かなり覚悟をしてきたのですが、
モルトフィーさんが言うほどひどくはないような。まあ確かに立つ場所に困るという点はその通りでしたけどね。多分これですね。重そうです。さあモルトフィーさんのところに持っていきましょう。モルトフィーさん、パーツの箱を見つけました。どれどれ。こちらも検査の結果が出た。このマンゴスチンは何の変哲もない普通の果物よ。このままでも食べられるくらい普通の無毒無害なものだった。紫の葉っぱの方は非常に軽微な残像周波数が検出された。それに相殺されていて見えづらいけど2つの周波数が共存している。どちらも滅多に見かけないものよ。また検出された周波数は拡散状だったので残像の接触による残留の可能性は極めて低い。普通の葉っぱでもなく残像の擬態でもない。過去のデータを照合すると会食の影響を受けた地域のものと推測できる。会食は悲鳴後に発生した異変に対する総称です。無音区をはじめ天空海、疎開雨、重力喪失、在りし日には起こり得なかった異変のことを会食現象と呼びます。そして悲鳴は全ての異変の元凶となるものです。飴玉については成分分析で飴ではなく蛍光のワクチンであることが判明した。このタイプのワクチンは低温保存したところでせいぜい2年しか持たないのだけれど、これは期限切れから20年も経っているわ。20年も前のワクチンですか。この飴玉、20年ほど前に本州で子供たちの間で流行した疫病と関係しているのではないですか。飴玉タイプのワクチンなら院内の公衆資料室にはアーカイブがあるはず。でもあそこは資料の分類方法が特殊だから先にロビーにある情報デバイスで棚を調べてから行った方がいいわ。
モルトフィーさん。組み立て完了。これが日時計の元の姿です。もう回せますか？はい、正しい方位と時間の情報を入手し、指針をそれに合わせればからくりが解除されるはずです。獅子と師匠、転換獅子は光竜特有の数詞ですね。主に歴法や算術、順序を示す際などに使われていましたが、今ではあまり使われていません。一体これで何を伝えようとしているのでしょうか。命名規則ね。これは高蘭類書の構築にも使われた、古から伝承された伝統的な方法だから、今でも交流の大多数の図書館で分類や索引に採用されているの。院内の公衆資料室でも十二支を用いて資料の分類をしているわね。ありました、羊の列です。う、たつ、み、馬、羊、漂白者さん、この列です。写真が2枚ありますね。
本州が一行政区画として設置されたのも羊年ですよね。数孔子前の羊年で、確か偏帝と過疎研究院の竣工も同じ年だったと思います。本州は雲領谷の戦いをきっかけに設置されました。記述にのみ残されたあの強大な残像、無感者によって引き起こされた戦いです。漂白者さん、飴玉の情報について。悲鳴のあと、人々の暮らしは日に日に厳しくなりました。そのせいか、幼い頃に味わったあの甘味は今でもよく覚えています。その疫病は共鳴者であるかどうかにかかわらず、子供が感染すると最悪の場合死に至るというものだったそうです。またちょうどその時期に発生した残像潮によって外部との連絡が断たれるという事件もありました。当時の人々は資料に残る数字とわずかな説明からは想像もできないひどい苦痛を味わったのだと思います。自分の子供を臨床試験に使うなんて、もし失敗でもしたら。先駆者たちのおかげで私たちの立つ今があります。そのことを決して忘れてはいけません。仮に飴玉がこちらの資料に導く手がかりだったとして、霊院様が伝えようとしていることとは一体何なのでしょう。漂白者さんの記憶や身分に関係しているのでしょうか。それとも。漂白者さんは今週の人ではありませんが、あなたがいた場所でも似たような出来事があったのかもしれませんね。なるほど。そのように考えると飴玉に関する情報はただの通過点であり、羊の列に並ぶ他の項目に漂白者さんの情報が隠されているという可能性もありますね。漂白者さん、飴玉の情報について。今州は一番最後に設置された州です。黄竜を南北に貫く雲領山脈には関所が設けられており、
一定五州は石の内側こと石内にあるのに対し、今州は石外の地にあります。また今州は雲竜谷の戦いがきっかけで設置された州です。本来北楽の原にあった残像町の進行ルートは一定でしたが、無感者の登場によってそのルートが変わってしまったという経緯があります。無感者とは戦争そのものの具現であり、戦死者の怨恨と生き延びた者の恐怖から生まれたとされる残像。残されている資料は少ないのですが、一部の研究者は名式と関係しているのではないかと推測しています。名式は簡単に説明できるものではないので、今は最強の残像と思ってください。私たち人類はそれに抗うために名式戦争を起こしました。資料にある無感者の記述は、前に雲竜谷で遭遇したあの強大な残像と非常に似ています。また核もその戦いに姿を現しています。漂白者さん、飴玉の情報について。今分かっている情報は羊だけ。これだけではからくりを解除できません。おそらく方位の座標も同じように他の印に隠されているのではないでしょうか。漂白者さんはどう思いますか？私は着任式典で遠くから見たことはありますが、それ以上の付き合いはありません。なのでレイン様の人柄に対しての評価はできないのですが、少なくともレイン様の着任後、彼女が実施した政策のほとんどが明確かつ実用的なものだったかと思います。先を見通した施策はいい意味で都市不相応と言えます。あまりにも腕がいいので、三次の長吏が意見したのではと噂されるほどです。三次とはレイン様の補佐参謀役です。長吏様の場合少々特殊な事情もあるのですが、かつてはレイン様の死で中世省で長子を務めた後、今州への赴任を望んだと言われています。長吏様は熱心であるという風説もちらほら流されて、回りくどいという評判も多く聞きますね。日時計のからくりを解除するための情報は飴玉の手がかりを追うことでその一部を手に入れることができたというのが今までの流れだった。つまり
一つの印から複数の目的地へたどり着くことも可能。また一つの目的地で重要な情報を複数入手できることもある。レインが俺に会いたい理由は伝えたい情報があるから、俺が彼女に会いたい理由は知りたいことがあるから。しかし彼女の伝えたいことと俺の知りたいこと、この二つが同じとは限らないし、印から得られる情報はどちらにもなり得る。幾重にも絡まる情報の網は俺たちを迷わせた。彼女の時間が限られていたため、一部の表面的な情報しか用意することができず、答えへの道筋が不明瞭になってしまったか。あるいはこれまでの調査は全て彼女の手のひらの上の出来事であり、簡単に入手できた情報が実は。つまり彼女には真意を知られたくない人がいて、その人物を遠ざけようとしている。昆州の中に敵が潜んでいる。ヤンヤンなら伝えたい情報を伝えたい人に届けるためにはどうする？私なら強調します。本当に伝えたい情報を何度も仕込むようにして。行こう。お仕事を終えた私が来た。どう？漂白書の体の具合は。白紙によると健康そのもので異常はないんですって。印についても少しずつ分かってきたところです。至って普通の一日だったね。強いて言えばチンピおじが長さんちの猫とぶつかって転んじゃったとか、ワンちゃんが通行人に吠えるって苦情があったからちょっと行ってみたとか、あと失踪届が一件あったかな。ちょっと調べてみたけどどうもあんたとは関係ないみたい。明日直接届け出人のところへ行っていろいろと聞かなきゃ。そうそう、あんたのデバイスも検索したけどやっぱり引っかからなかったね。履歴にあったのは今日一緒に登録した一件だけで、そんなこんなで退勤時間になったってわけ。あれ？印はもういいの？まあでも美味しいもん食べに行くって約束したしな。
明日私の出勤前にみんなでパンファ食堂に行こっか。あとはもうお家に帰って寝るぐらいかな。それともこれから何かしたいことでもあんの？え？これからレイン様と会うの？嘘でしょ？あの漂白者さん、今夜泊まる場所はありますか？完全に大物扱いされてるじゃん。もうこのままダラダラしてたら朝になっちゃうよ。今日は漂白者を部屋まで案内して、あとは明日の私たちに任せよう。キャッ！